子供、はい、はい、今日のお話は一番大切なものは何かという話です。人生において一番大切なものは何ですか？時間です。そうだね、時間だね。この時間をどう使うのか、どう生きるのか、これが人の人生。人生っていうのは生まれてから死ぬまでの一生のことですよ。はい、この人生でこの時間をどう使うのか、これだけが自分が選べることですね。はい、じゃあこの時間を使うのに、自分の思い通りの人生を生きたい人と自分の思い通りじゃない人生を生きる人、どっちになりたいですか？自分の思い通りを生きる人です。そうだね、思い通りの人生を生きる人。そのためには力がある人、能力がある人、より多く周りの人に幸せを与えられる人、そういう人とそうでない人、どっちが自分の人生を思い通りに生きることができますか？それは人にいいものを渡せる人ですね。人にいいものを渡すってことは、自分が高い能力を持って、相手が欲しいものは何かな、これが欲しいのかな、じゃあこれをあげようっていうことができる人なんですよ。そのために一番簡単にそういう人間になる方法、それは勉強をすることなんですよ。勉強っていうのはね、自分のために、自分が高い能力を身につけて、より広い世界を見て理解するために必要なことなんですよ。はい、はい、勉強っていうのはお金を払ってさせていただくものなんですよ。はい、どうか勉強を与えてください、よろしくお願いしますっていうようにね、ご飯をどうかください、お腹が空きました、ご飯を食べさせてくださいっていうのと同じように、私は生きていくために本当に必要なものはご飯も大切ですが、勉強が大切だということに気づいたんです。だからどうか私に勉強を与えてください。その証拠にね、大人になってから勉強するためにはお金を払って勉強するんですよ。はい、ご飯を食べるのには当然お金を払って、そのね、お肉とか食事、野菜とかそういうものを買ったり、作ったり運んできたり、スーパーに並べてくださった人たちに対してありがとうございますって言って、大切なお金を渡してね、対価を支払う。対価っていうのはその代わりに払うものね、それを支払うんだけれども、勉強もこんなに私に勉強させていただいてありがとうございますって言って、大人になってからはお金を払って勉強するのね。でも小さい頃は義務教育って言って、何にも勉強してない人たちがこの日本にあふれていると、社会が成り立たない、より多くの価値が生産できない、多くの人が幸せにならないので、最初は無料で勉強をみんなに、日本に生まれた人にはね、ただであげましょうっていうふうに昔の偉い人たちが考えたんです。それを義務教育、必ず受けなければいけない、で親は教育の義務、教育をさね、与えてあげる義務っていう、つまり教育を与えないといけないよね。だから子どもたちはただで勉強が受けられるんですよ。はい、でもお父さんやお母さんはただじゃない勉強もね、当然与えてるし、自分の大切な時間をね、使って、人生で一番大切なものは時間でしょ。はい、そのお父さんの大切な時間を使って、子どもたちにこれが分かっているのと分かってないのでは、絶対子どもたちは自分の力で生きていくのに、これを知っていた方が得だと、そういう大切な価値観とか知識とか、そういったものをね、渡しているの。だからそれを最初のうちは全部受け取って、自分が大人になるときにね、元服するときに、今までいろんな価値観や知識をもらったけれども、これは必要だ、これは必要じゃないっていうのを自分で判断して、これそれからは自分で得たい知識、得たい勉強っていうのを自分で手に入れていくんですよ。はい、でも最初はね、そういうのが自分で手に入れるだけの能力、例えば日本語が読めなかったら自分で手に入れることはできないね、勉強や知識を。はい、例えば算数ができなかったら、お金のやり取りとか基本的な概念の操作っていうものを学ぶことができないので、自分で勉強をしていくことが難しくなるのね。だからそれに必要な最低限のものを今小学校とか中学校とかで勉強させていただいているんですよ。はい、小学校と中学校までは義務教育、つまり日本人として生まれたらそれを必ず受けさせてもらえるってことだね。でもそこから先、高校、大学、大学院、それにね、大人になってからもずっと勉強なの。
そういう勉強っていうのは自ら手に入れる、自ら本を読む、自らください、そのチャンスをくださいって言って掴み取るしかないよね。そうやって掴み取っていく、掴み取っていくんですよ。その癖として今小学校の先生とか幼稚園の先生とかに、先生もっと教えてください、私はそこ分かりませんでした、どうか教えてください、先生の大切な時間を分けてください、お願いをして、自分事としてね、ただ先生が喋ってるのを聞くんじゃなくて、自分の人生に本当に必要なものを今先生が分けてくださろうと思ってるんだ、今お父さんが大切な時間を使って今自分たちにそれを与えてくれてるんだっていうのを感じながら自分からもらいに行くんですよ、そのチャンスをつかみに行くんですよ。はい、子供の時間と大人の時間はどっちが大切ですか？大人の時間です。なんでですか？死ぬのが早いからです。そうだね、お父さんの方が子供たちよりも早く死ぬと思われるんだね。はい、で実際早く死にます。子供たちが大人になった時にお父さんやお母さんもいないかもしれません。だからお父さんはそれまでに、子供が15歳で元服をするまでに、元服っていうのは大人になるってことね、自分の力だけで生きていけるようなものを身につけてもらいたい、だからそれを与えようと一生懸命お父さん大切な時間を使って子供たちに伝えているんですよ。はいはい、ね、お父さんはよく子供たちを叱ります、でも怒りません。それはどういうことかっていうと、叱るっていうのは自分の大切な時間を使って相手に良くなってもらおう、私が大切に思っている価値観を手に入れてもらおうと言って使う時間、これが叱るです。でも怒るっていうのは自分が気持ちよくなるために、まあお父さんが怒った場合はお父さんが気持ちよくなるためにね、子供たちが成長して子供たちが気持ちよくなるためじゃなくて、お父さんが気持ちよくなるためにストレスを解消するためにやってる行為、それはお父さんが怒っているっていうんですよ。でもね、残念ながら多くの人たちがこの怒るっていうのと叱るの違いがわからない。だから子供たちもね、兄上が妹や弟たちに指導をするときもね、叱ってあげたり指導して自分の大切な時間を使って何かをあげるのではなくて、自分が怒って自分を気持ちよく、自分のストレスを解消するために怒ったりする。いいですか、それはみんなやってるんですよ。そういうふうにならないように、つまり叱るのか怒るのか、指導するのか、自分がストレスをね発散しているのか、そういうのを考える。一番分かりやすい考え方は、いいものを相手にあげてるのかどうか、ね、嫌なものをあげたら相手から嫌なものが返ってきます。相手から返ってこなくても回り回って嫌なものが返ってきます。いいものをあげれば相手からいいものが返ってきます。その人から返ってこなくても回り回っていいものが返ってきます。これはね、信用っていう形でいいものを渡せば自分の信用がどんどん上がっていく、それを周りの人は信用として見ていく、だから最終的にその信用がいい形で返ってくるっていうふうに説明できるんだけれども、それ以外にもね、そういうふうに考えておけば間違いありません。いいものを渡したらいいものが返ってくる、悪いものを渡したら悪いものが返ってくる。多くの人はね、悪いものを渡したらもっと悪いものを渡す、いいものを渡したら同じくらいいいものを渡す。でもこれだと社会が良くなっていかない。じゃあこの世の中を変える本当の周りにいい影響を与える人間はどうしているのかというと、いいものをもらったらもっといいものを返す、悪いものをもらってもいいものを返す、つまり自分から悪い流れは断ち切る、いい流れはもっと良くしていく、これを続けていける人がこの世の中を変える本当のリーダーであり、お父さんが子供たちになってほしい姿ですよ。はい、わかりましたか？わかりました。普通の人だ、ね、普通の人は悪いものを渡されたら、例えばって言ったら、ね、悪いものを渡されたからって今度はね、自分もやり返したりして、要は悪いものを渡し合って遊んでるんだね。でも悪いものを渡されても違いますよ、そういう時はこうするんですよ、ニコッってね、例えば笑顔でいるっていうのは相手にいいものを渡したってことになるね、はいはい、なぜならば笑顔を見ていたら周りの人が幸せになるでしょ、はいはい、楽しくなるでしょ、はいはい、でもうーんってやってたら周りの人は嫌な気分になるでしょ、はいはい、だから変な顔してるだけで相手に嫌なものを渡してるんですよ、はいはい、笑顔でいるだけで相手や周りの人たちにいいものを渡してるんですよ、はいはい、
なのでいいものを渡していきなさい。そして悪いものを受け取ったとしても自分はいいものを返してあげなさい、はい、それが笑顔でいる。嫌なことがあっても動じない自分になる。この世の中は厳しい世の中であるけれども自分はいいものを渡し続ける。そういうふうに考えていくってことだったね、はい、お父さんは今子どもたちにこの知識を与えることによっていいものを渡したいなって思って自分の大切な時間を使ったんですよ、はい、子どもたちはそれを自分たちの中で渡し合って、相手がちょっと間違ってるかなって思ったらお父さんの話を思い出しましょうとかって言えばいいものを渡したことになりますよ。わかりましたか？はい。それでは一番大切なものは何ですか？時間です。はい。じゃあその時間を大切に使えるように今日もいっぱいお勉強していきましょう。はい。